折原恵子は、日本の女優。映画プロデューサーの三上里尻は夫、元、プロ野球選手の篠塚和則は義足、俳優の三上博士は老い、篠塚義正は孫である。1926年、茨城県取出市生まれ。茨城県立取出高等女学校を卒業後に、タイピストを経て、見習い看護婦をしていたが、戦後間もない1945年に、 大英第一期ニューフェイスに応募、合格し、翌46年に彼と彼女は行くでデビュー。以後、花咲く家族など、約60本に主演し、その美貌が多くのファンの心を捉えた。人気絶頂の1947年暮れに、結核のため病気療養を余儀なくされるも、1949年に復帰を果たす。1951年に、 映画プロデューサーの三上里尻と結婚。1952年に東映と契約し、母の罪、母系図、四人の母など、母物映画などで新境地を開いた。1955年に再び、フリーとなってからはテレビを中心に活動を続けたが、出産、育児などもあり、次第に仕事を抑え始め、やがてはへ回っていく。1985年11月24日、 急性心筋梗塞のため59歳で急性。ありがとうございます。